はい、どうも石原です。今日はですね、 iPhone SE 第2世代の発売日4月24日なんですけど、先ほどですね、受け取りました。今日はですね、中身を開封して、まあ本体とかですね、のデザインとか、まあその辺をまあ緩く見ていこうかと思っておりますので、まあただの開封動画ですけども、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。じゃあ開封していきます。さっきこの荷物を受け取るときに、宅配のお兄さんから、まあね、今コロナウイルスなんで、まあ、マスクしてる状態ですけど、宅配のお兄ちゃんから、今日はなんかアップルのなんか新しいのが発売するんですかってなんか言われたんですよね。それで、どうしてですかって聞いたら、プロセイの宅配というか届けはですね、しっかりその日にちを守んないと怒られるんですよみたいなことを話してたので、結構やっぱりこの発売日に届けるっていう縛りがあるようですね。なんか結構キツキツで言われてるって感じで言ってましたんで、プロ製品がね、やっぱ発売日に届くっていう、そのユーザーの気持ちを尊重してくれてありがたいんですけど、やっぱ宅配する方々はね、やっぱね大変かなと思いますね。そこら辺入って出ました。じゃん、じゃじゃん。僕別の動画でもご紹介したんですけど、iPhone SE のブラック、そして 128GB モデルを購入しましたので、5万4000円ぐらいで買いました。別の動画でも紹介してますけど、このブラックの 128GB モデルがもう最強のコスパのモデルかなと、まあ容量とか価格とかを考えると、まあこのモデルが一番最強かなと思って、まあ購入しました。はい、ではビローンと。iPhone SE とは書いてなくて、ただの iPhone って書いてますね。こんな感じ。はい、じゃあ、もう早速いきます。よいしょ。もうおなじみのね、SIM のピンです。最近ちょっとこのクリックガイドが最近なんか綺麗になってきてますね。レイアウトとかね。これまあ一枚物ですね、これね。はい、で、本体来ましたね。ちっちゃいですね。かなり今これ iPhone 11 Pro Max で撮ってるので、ちょっとサイズ感がちょっと申し訳ないんですけど、サイズ感は比較できないんで、これにね iPhone 4とかあります。 iPhone 4がこんな感じですね。iPhone 3G ね、懐かしいですよ。 iPhone 3G これね。で、これがiPhone 6なんですよね。6と大体同じっていうか、ほぼ同じね、6とほぼ同じです。あんまりね、最初ね、この iPhone 4の時はね、なんかね、パッケージ開けるたびに、うわ、来たーみたいな感じで、なんかすごく新鮮に開けてた記憶がありますけど、もうね、iPhone も結構開けてきましたんで、もうあんまりこう新鮮味っていうかね、あんまそういうなんか感動はないですけど、まあでも、すごい。このサイズ感、4.7 インチのディスプレイになりますので、やっぱサイズ感めちゃくちゃいいっすね。液晶保護フィルムを僕買ったんですよね。別の動画でも紹介しましたけど、ガラスフィルムじゃなくて、僕は基本的に液晶保護フィルムを貼ってます。やっぱこう、タッチ操作の時に、やっぱちょっと遅延っていうかね、ガラスフィルムを1枚挟むだけでちょっと遅延気味なので、液晶保護フィルムの方がしっかりとね、タッチ操作を認識してくれるので、液晶保護フィルムを使ってます。はい、このように液晶保護フィルムも買ってます。僕が買ったのはこのですね、シンプリズムさんの液晶保護フィルムを買いました。スマホスタンドが付属してますね。なんじゃこれ。スマホスタンド。こうか。こんな感じか。おい、立たない。これスマホ、こうね。横向きか。でもそんなことはいいです。この二つをですね、ちょっと、浴室がね、埃がしないので、僕基本的に液晶保護フィルムは浴室で貼るので、ちょっとこれ浴室まで貼ってきます。はい、液晶保護フィルム貼ってきましたけど、ちょっと失敗しました。まあいいか。やっぱ光沢がね、あります。iPhone 8ってボディがですね、マットだったんですよね。マット。なんですけど、この iPhone SE 第2世代はかなり光沢がありますので、これガラスですね。アルミニウムとガラスでできてるので、iPhone XR のように、アルミニウムなんですけど、ここの表面はガラスが使われている感じがします。いつもスペースグレーってね、よくカラーバリエーションで、ブラックなんですけど、スペースグレーっていうカラーバリだったんですけど、今回こ
これこの iPhone SE 第2世代はブラックということだったんですけど、まあ、ちょっと薄いかな、そんなに真っ黒って感じではないですね。でついでにケースも購入してますので、ケースも開けてみたいと思います。ここね、定番ですよ、定番、定番の中の、ね、気持ちいい、まあ、これ普通に、まあ、上からか、上から入れて、やっぱサイズ感これでちょうどいいっすね。やっぱり iPhone 11 Pro Max とか、あの iPhone XS の Max サイズはやっぱ合わなかった。これちょうどこれでいいっすね。こんな感じです。ちょうど良かったっすね。ちょうどこんな感じ。まあ、いつものシリコンケースって感じっすね。サイズ感めっちゃいいですね。やっぱりちょっと iPhone6 があるから iPhone6 でもハマっちゃうんかな、ハマっちゃうのかな、ハマるだろう、ハマった、ぴったし、まあ、iPhone6 にもぴったし。あ、ちょっとカメラがね、カメラの部分がちょっとあれですね。あ、でもサイズはもうぴったしっすね。これつけて、まあね、ただ開封して、開封するだけの動画なんで、もうなんとも終わりどころがないんですけど、まあ僕のこのチャンネルでも iPhone SE 第2世代については2ヶ月ぐらい追いかけてました。動画でずっとね、最新のリーク情報をこう皆さんと一緒に共有しながら追いかけてきて、ようやくね、まあ手に入れたわけですね。無事に、まあ発売日にゲットできましたんで、まあこれからまあこれをまあ初期設定ですかね、初期設定して、最初に入れるアプリとかも皆さんと共有できればなと思います。で、あと使った感じのレビューも動画にしていこうと思うので、ぜひですね、そちらの動画もチェックしてください。はい、ということでですね、iPhone SE 第2世代4月24日無事に手元に届きまして、まあ、開封と液晶保護フィルム、ちょっと失敗してますけど、わかるかな、失敗してるんですよね、ちょっとね、わかんないな、失敗しましたが、まあ、とりあえず今から初期設定をしたりして使っていこうと思います。はい、ということで今後もこのチャンネルでは iPhone SE 第2世代についてのことや iPhone 12、そして Apple の最新のリーク情報をお届けしますので、ぜひチェックしてください。ただの開封動画をね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。はい、ではまた次回の動画で。